構造機能主義は学問における立場の一つ。一般にはタルコット・パーソンズに始まるアメリカ社会学の一、主張を指す。また人類学ではラドクリフ・ブラウンの理論が構造機能主義と目される。構造機能主義の理論的方がはハーバート・スペンサーの社会的進化論などに見て取ることができるが、パーソンズに代表される 構造機能主義社会学のベースの一つをなすのが、ラドクリフ・ブラウンの構造機能主義人類学である。デュルケム社会学の影響を強く受けた、ラドクリフ・ブラウンは、それまでの人類学において、キーの目で見られていた、未開社会の親族関係について、当該社会の制度構造との関連の中で、いかに機能しているかという観点から合理的な説明を与えたのである。そして、パーソンズは、 一般システム理論の社会システム論への導入の中で、このラドクリフ・ブラウンの議論をなぞり、機能主義から構造機能主義への流れを作り出すことになる。パーソンズ登場以前の機能主義社会学のテーマは、部分と全体との機能的な連関に着目することによって、社会事象に関して機能的な解釈や説明を、 与えることにあるが、これに構造の概念を持ち込み、システム問題の解決を焦点とした構造維持と構造変動という点から、社会事象を演劇的に説明しようとするのが、パーソンズに始まる構造機能主義である。構造機能主義社会学の特徴について、構造機能主義の構造と機能という言葉から説明する。まず、構造であるが、 これは社会を構成する諸要素のうち、比較的変化しにくい部分と説明することができる。教科書的には、社会の骨組みと説明されている。これに対して、機能とは、そうした構造が互いに、他の構造に対して、また、社会全体に対して果たしている、貢献内視は作用、と定義することができる。これらから、構造機能主義社会学は、各種の構造がいかにして、 社会全体を維持しているのか、これを解明しようとする社会学理論であると言える。社会学の根本問題は、個人と社会との関係をどう捉えるか、という問題である。構造機能主義社会学は、こうした問題に対して、個人というものが、その個人が所属する社会によって社会化される側面を、とりわけ強調する、社会学の流派であると言える。ここから、 構造機能主義社会学に関しては、社会の構造と機能が主たる研究単位となり、社会の実質であるはずの個々の人間は、研究対象としては後継に退いてしまっている、という批判が生まれる。例えば日本の社会学者である、船津守は、以下のように批判している。D. ロングによれば、現代社会学における人間の捉え方は、社会科過剰的人間観として規定される。 t ーパーソンズを中心とする現代社会学は人間は社会という異形にはめ込まれ個性や独自性を奪われ確一化された存在として考えられているそれはあまりにも社会化されすぎた人間のイメージにとらわれているパーソンズ社会学においては人間による社会規範の内面化のメカニズムを解明することがその中心的テーマとなっているそのことから社会の維持 安定を胸として、人間は社会化によって、規制社会の中に組み込まれてしまう存在として描かれる。そして、人間が社会から逸脱したり、反抗したりする場合には、必ず社会統制が加えられると考えられている。その理論は、極めて統合的イメージの強いものとなっている。船津、守る、社会的自我論の展開、自我の社会理論、構成者、構成格。 1983年、ISBN45 億9513万8032ありがとうございます。